タデウシュルドビクロメルは、ポーランドの外交官、政治家、ポーランド第二共和国亡命政府外務大臣、初代中日ポーランド大使。彼は1919 19年にロマンドモフスキの個人秘書を務めた。その後、ポーランド外務省に加わり、イタリア、ポルトガル、日本及びソビエト連邦のポーランド大使を務めた。それから彼は、亡命政府の外務大臣だった。戦後、 彼はカナダに定住し、マギル大学で講義を行った。彼は日本に駐在する間、ウラジオストック経由で日本に来たポーランドの避難民を助け、そのほとんどがユダヤ人であり、杉原チューネットポーランドのインテリジェンスにより、発給されたビザにより、リトアニアから来たのであった。杉原発給ビザにより、日本へ来たポーランドのユダヤ難民に、米国、 カナダ・オーストラリア等へ行く新規のビザを発給するために多くの貢献をした。ありがとうございます。